こんばんは。こんばんは。皆さん、こんばんは。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 あれ、生放送できてるかな。こんばんは。概要欄直しました。皆さん、こんばんは。ちょっと待ってね。ツイートしようかな。こんばんは。待って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 。あったあったあった。オッケー。はい、マストゲームズでーす。はい、皆さん今日ね、ポケモンユナイトっていうポケモンのゲーム、スイッチで今ね、無料でテスト版できるんですけど、これちょっとやってみたくて、はい、生放送始めちゃいました。皆さんこんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。やりてーっていう、ダウンロードしたら、スイッチでできるよ。何やるの？ポケモンユナイトっていうね、今一番この左に見える。これですね、これ。これ。無料ゲーですよ、今のところ。テスト版だからかわかんないけど。はい。まあね、詳しいことね、そんなにわかんないんですけど、とりあえず、このポケモンユナイトやってみたいと思います。あ、ミキポンさん、いつもおはスタ火曜日が楽しみです。ポケモン楽しみです。ありがとう。スーパーチャットもありがとうございます。よし、ポケモンユナイトって正規品も無料。いや、どうなんだろう。ちょっとわかんない。ピカチュウ強い。え、そうなの？はい、ということで、じゃあ早速やっていきましょう。ポケモンユナイト。初見だっていう方もね、もう見たことあるぞっていう方もね、一緒に楽しみましょう。僕、初見だから、ほんとわかんないからね。ワクワクだよね。正規品も無料ってアナウンスですね。あ、そうなんだ。おぉ！かっこいい！僕ね、こういうさ、陣地取りゲー的なやつ好きなんだよね、ほんと。スマホとかでもめっちゃやったわ。お！レディゴー！かわいい！ヒバリン！ピカチュウが？おおおお、かわいい。あ、捕まえられるの？おおおお、捕まえちゃって、おお、やっつけられちゃったよ。おおおお、なになになに、かわいいんだけどピカチュウ。わ、進化してる。カビゴンとバリアード、残り9秒。概要欄ね、もう直したはず。おー、ガードできるのかピカチュウ。入ってしまうぞ。おー、ポケモンユナイトということで、更新データをゲームのバージョンチェックしています。更新データをダウンロード中ということで、かわいいねピカチュウね。ログイン中です。なんか、これ5対5で戦って、あ、はい、ネットワークテストに参加していただきありがとうございます。本テストのプレイデータは正式データには引き継がれませんだって。一部の仕様が製品版とは異なることがありますのでご了承ください。的な感じですね。日本語で OK で、お住まいの地域は Asia の Japan で、利用規約は、内容を確認してから、はい。利用規約ちゃんと見ましょうね。もう僕、ブワーっても見れちゃう。はい、見れました。間違えた。あ、待って待って。プライバシーポリシーも確認しましょう。こういうのさ、無理だよね、正直。確認しろって書いてあるけど、全部確認しきれなくない？弁護士さんとかだったら確認できるのかな？
しゃー、カビゴンが強いの。スタート。音音量大丈夫？バランス結構音でっかいかなと思うんだけど、ちょっと待ってね。トレーナー名はマスオ、マスオでいいよね。ほい、オッケー。え、今マスオじゃダメだった？ちょっとさ、このプロコンがおかしいんだよ。プロコンがさ、マスオ、え、オッケー、すでに使用されてるのダメなの？え、じゃあマスオ TV にする？まあ、さしすすお恥ずかしいんだけど、僕いつもさ、マスオ TV ってゲームの名前するんだけどさ、大体恥ずかしいんだよね、これ。よし、いけた。珍しい。取られてないぞ。これだろ、肌の色的に。おー、え、どれでいこうかな。で、これが一番さ、じゃあどれか。あ、でもこれっぽいか。ちょっと、スリメ、これにしとこうかな。お、髪型選べます。これか、これどっちかな。今こっちっぽい髪型、こっちにしとこうか。じゃあヘアカラー、おー結構選べるんだね。スポーツナイトセット、アクティブナイトセット、こっちにしとこう。おー、トレーナー ID 出ちゃった。これいいの？出ちゃってわかんないんだけど。エオス島へようこそ。私はエオス総合研究所の所長リン。このエオス島に満ちている不思議なエネルギー、エオスエナジーの研究をしているの。あなたは島に到着したばかりなのね。見たところポケモントレーナーのようだし、ユナイトバトルの噂を聞いてきたんでしょう。そうなんだよ、ユナイトバトルはエオスエナジーを利用したポケモンバトルなの。ユナイトバトルに参加したければまずはルールを覚えてね。そうで、研究員のエルビーに説明をお願いしようかしら。お任せでください、リング博士。はじめまして、僕からユナイトバトルの紹介をするね。ってことで皆さんも一緒に学びましょう。早速僕と研究所のピカチュウと一緒に練習してみてね。高い戦闘能力を持つ遠距離から攻撃することが得意のピカチュウです。これさ、 LOL とかとさ、大体同じようなシステムでしょ。基本的には少しゲームの音でかい。じゃあちょっとゲームの音小さくしますね。どうでしょう、こんぐらいで。どうでしょうか、音量ちょっと小さくした。お名前が TVV になってました。やば。まあいいか、引き継がれないってことだし。練習場に到着。ここでユナイトバトルの基礎を学んでいこう。ユナイトバトルはポケモンがチームを組んで戦うバトル、ポケモンバトルなんだ。バトルの勝敗は試合が終了した時のチームのスコアによって決まるよ。まずは練習場の中を見ていこう。移動ができます。いいぞ、そのまま前に進もう。いけいけ。野生の一歩も発見。通常攻撃、通常攻撃、通常攻撃。一歩も KO 使用で2回。はい、はい、は広いな。ユナイトボールでエオスエナジーをゲット。エオスエナジーをユナイトボールに集めて相手チームのゴールエリアに入れると自分のチームのスコアになるんだ。制限時間内で相手チームのゴールエリアにより多く入れスコアを入れたチームが勝利。君のユナイトボールにもエオスエナジーが集まったね。ゴールを決めてみよう。倒すとかじゃないんだね、入れる系だこれは。はい、長押しでゴールしよう。おお、ダンクシュート決めた。ゴール。その調子でエオスエナジーを集めてスコアを増やそう。30個。おお、倒せばあれなんだね。 R、 エレキボール、ボルテッカー。おお、技があって、でクールタイムもあるね。エレキボールとボルテッカー。だから基本的にはこれで敵をこう呼び込んでこう攻撃していくって感じなのかな。うんうんうん、なんとなくピカチュウ分かってきたぞ。あ、でも足速いね、エイパムね。まだ足りない。
マスオさん、このゲームってスイッチ版ですか？スイッチ版です。え、これスイッチ版以外であんの？ポケモンだからスイッチ版しか、え、あんのかな。みんなやってんな。いや、やっぱりさあ、これ入れなきゃいけないの？一回やっぱやりたくなるよね。オーラガール、あー、おー、範囲攻撃なんだ、エレキボールは。ピカチュウがレベルアップしたね。新しい技を覚えたのって。 ZLでユナイト技を覚えよう。ユナイト技ゲージが 100% まで溜まると、とても強力なユナイト技を使うことができるんだ。お、カメールだ。おっと、相手チームのカメールがゴールエリアを守ってるね。カメールを倒そう。ユナイト技っていうのを使ってみようか。え、これユナイト技、あ、まだ使えないんだ。あ、やばい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 。ユナイト技、おお、必殺技的な感じだ。雷これ、え、やばい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 。強いって強いって、マジで。あぶねあぶね、危なかった。相手チームのポケモンを倒すと持っているエオスエナジーを落としてくれることがあるので、見つけたら拾っておこうね。逆に自分が倒された時は持っていたエオスエナジーが拾われて、あー、そういうことか。長押しでゴール。え、今もうやられちゃいそうだったんだけど、僕普通に。チュートリアル完了、ナイスゴール。それじゃあ次はスタジアムに移動してチームバトルの練習しよう。やられそうだったよ普通。よっしゃー、りょうさん詳しい。今はスイッチ版だけで9月にアプリが出るとか。リザードン、バランスの取れた戦闘能力と耐久の能力を持つ、いろいろな状況に対応できる戦い方が得意だって。おー、いや、相手の能力が分かんないからさ、どういう風に立ち回っていいのか分かんない。でもなんかさ、他の実況者さんを見てたらカビオンがなんか強いらしい。ちょっと長いね。よしよし、え、これもうリアルに人？ここはマールスタジアム、実際のユナイトバトルにも使われる場所だよ。紫色で表しているのが味方エリア、オレンジ色のが相手エリアだ。ステージの上下2つにルートに分かれていて、あ、上下2つなんだ。ルートの途中にお互いのチームのゴールエリアがあるんだ。陽性ラジオ、うまく相手のゴールエリアに入れると自分のチームのスコアになるって。ああ、そういうことか。これ、相手チームのゴールエリア、陽性ラジオを集めたらここでゴールを決めよう。ゴールエリアに複数のチームメイトが集まるとゴール速度がアップするよ。おお、こっちは味方チームのゴールエリアだ。ここで HP を回復できるからピンチの時に活用しようね。じゃあチームでバトルをしてみようか。僕がタイミングを見てアドバイスをするから安心して楽しんできてっていうことで、リザードンはレベル1の一攻撃からバトルを始めるんだよ。そしてバトル中にレベルアップしてだんだん進化するんだ。まずは野生のポケモンを倒して、はい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 、こういう系はですね、下ルートっていうか、こういう感じで野生のポケモンをいかに早く倒すかしながら、あ、押しっぱなしか、危ない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 。下ルートがおすすめだよって。敵はまだいない。炎の渦、おお、弾ける炎も使ってみたい。なんかどっかにさ、微妙に、あ、初ゴールとか言って決めてる。よし、相手のこのさ、チームのこの敵のエナジーも奪うのはちょっと有利だよね。これ仲間か、仲間で、あ、これゴール決められちゃうじゃん。ゴール決めちゃう、ゴールで、あそこに炎の渦やって、やばいやばい、弾ける炎、やばい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 。相手が回復しようとしてる。おら、あ、スピードアップするんだ。相手チームの変速エリアに入ってしまったね。相手チームの変速エリアに入ると移動速度が下がってしまうんだ。だけど味方チームの変速エリアに移動速度が上がる。逃げられないようにうまくできるんだな、あれで。あーはーはーはー、分かった分かった。でも相手が逃げたから、この変速エリアだ。変速エリアってのはここが変速エリアなのか。だからここら辺から行けばいいってことだね。はいはいはい。で、上で敵、こいつ、このポケモン倒したい。くそ、変速エリアに入ろうとしている。やばい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 。
いっぱい来ると危ない、いっぱい来ると危ない、いっぱい来ると危ない。突進で、あーやばい、あーやばい、やめて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 、あーやめて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 。リザードンまで、あ、これチャンスチャンスチャンス。お、ポケモンの HP がなくなりそうだ。味方チームのゴールエリアに入れば回復できると。よっしゃ、進化ユナイトバトル楽しんでるのねっていうことで、はいはいはい、経験値がもらえ、途中でこんな風に進化できるんだって。新しい技を覚えれるから、火炎放射にしよう。おらー、うわ、やめて。ステージを見渡すってできるんだ。 L で、ほら、とりあえずこれ倒してリザードンまで行きたいね。よしよしよし、これすごいポイントゲットできるでしょ。で、このあいつ倒したい。よっしゃ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 、空いてる。あーやばい、変速エリア入っちゃった、変速エリア入っちゃった。あーやばい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 、逃げさして。ほら、新しい技を覚えられそうだって。技を一つ選ぼう。大文字にしようか。おら、あーやばいやばいやばい、危ねー、逃がして。でも仲間がだらがってるから、こういうのを倒すの重要。こういうの、こういうの、 HP を回復して、あ、ちょっとずつなんだな回復って。え、全然回復しないやん。これこの子は何、これ倒すと回復するとかそういう系。リードしてるぞ。あーやばい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 、ちょっとゴール決めたいな。これ相手か、やばい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 、こんなところで戦ったら不利でしかないぞ相手。ほら、うっそ、惜しい。あ、サンダーが出てたよ。中央エリアにサンダーが現れ、サンダーを KO すると味方チームがゴールを決めやすくなるようだって。バフだれ、バフが入りますよってことは、ここで X でゴールを決めちゃう。ゴール中に攻撃を受けると攻撃を、うわ、エイパムやめてよ。やばい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 、味方行ってないよな。これ勝てるのかな、1対1。うわ、早っ。いいね、いいね、カービゴン、カービゴン強くね。よーし、ナイス。サンダーは、あ、で、相手が逃げたタイミングでリードしているぞ。で、倒して、ここも、おお、リザードになった。ユナイト技っていうのをゲットしたぞ。あ、ゴールエリア、ゴールを決めてたくさん、ユナイト技、お、必殺だね。ほら、よっしゃ、倒した。ちょっと待てー、ゴール決めないと、ゴール決めないと。僕集めてるの意味なくなっちゃうんですけど、集めてるの意味なくなっちゃうんですけど、これ取らないと。あ、もう40個だから取れないのね、これ以上は。はい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 。あ、で、属性とかもあるのか。やばい、 KO させられた。大文字、おら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 、味方のゴールが壊された。全然あれなんだけど、僕点決めてないんだけど、勝ったんだけど、あれだね、勝ったけど点決めてないからあんまり良くなかったんだろうってことね。まあ今のが大体練習ってことだな。トレーナーレベル、イエーイ。これでチュートリアルがね、いいんだね。今みたいな練習はいつでもできるよ。トレーニングしたくなったらメインメニューの練習に来てねっていうことで、ユナイトバトル初再生の記念に僕からポケモンユナイトライセンスをプレゼントしよう。好きなユナイトライセンスを1枚選んでくれ。なんかさ、これカビゴンが強いってなんかみんな言ってるね。高い耐久能力、味方ポケモンを守ることができる。どうしようどうしよう、これ
味方ポケモンを回復したり、いやむずいよな。高い戦闘能力を持つ、楽しいんだよな戦闘能力持つやつ。僕はなんかね、カビゴンが人気らしいんだわこれ。うん、ただどうしよう、ピカチュウとか やりたいな。でも進化するのは面白いよね。ちょっと僕ねピカチュウでいくわ。あのね、こういう移動速度が結構さ、あの速いタイプはね、あ、生配信ありがとう。いや、スーパーチャットありがとうございます。ここではトレーナーレベルとレベルアップごとに記念品を。やったー、ヤドラン、ディフェンス向けだって。不思議花とか、あとは何、あ、こういうのももらえるんだね。受け取る。じゃあユナイトバトル、よし参加するぞ。おお、何、女性が多いじゃないか。なんだと、女性が多いだと。さあ、持ってないってことか。オッケーオッケー、これでいいのかな。よし、まずはレベル上げでしょ。自分の経験値を雑魚で稼ぎつつ、相手の陣地の雑魚もうまく自分の経験値にしていきたいっていう、そういう感じ。ピカチュウ可愛いですね。ね、やばい、僕だけなんか遅いんだけど。重いのかな僕。ピカチュウ。オッケー、行くぜ。10分。よし。よし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 。経験取られたかな今の。エレキネットで抑えて。よし、やばいやばいやばい。リンクショップで仲間と2人でね、こう行くの重要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 。ナイス。これ何で、こっちのやつもねちゃんと、あ、いいねこれ。ちょっと抑えて初ゴールって。よし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 。あー、そこ戦ってる、やべ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 、ヘルプに出た。うわー強い。よし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 、この距離感ね、この距離感。オッケー、いいよいいよいいよ。雷にしよう。で、相手がいなくなったタイミングはちゃんと回復入れて、で今有利だから、この間にあの経験値を稼ぐ。これ倒せば多分経験値もらえるはずだから、こいつらで。よし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 、経験値稼ぐよ、経験値。あ、経験値とかじゃない、下で戦ってる仲間がいるから。よし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 、こいつも倒して、オッケー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 、ナイスゴール、オレー、オッケー。あ、下で戦ってる人たちがいるから、それヘルプに行ってあげたいけど。雷は範囲攻撃か。
エリアの、あーやばいやばい、撤退、上で撤退って言ってる、やばい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 、上にヘルプで、いや大丈夫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 、仲間が来てるから、ほら、オッケー、決めた、ちょっと一回回復入れるわ、オッケー、ナイス、これ行きたいね、ザコタ倒して、あ、やばいやばいやばい、ほら、オッケー、 KO 決めた、よし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 、あっちで戦ってる、危ない危ない、ロトムがいるんだけど、やばいやばいやばい、これやばい、これ一瞬やばい、危ない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 、でもあいつは倒したいな、あのロトム倒したら結構経験値もらえそうな気がする、出た、俺たち、よし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 、合わせるぞ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 、ナイス、雷であれを奪いたい、よし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 、ロトムのところ、危ねえ、一回回復入れるわ、これはちょっと回復が、撤退、まだちょっと回復、相手のゴレリア壊したぞ、僕結構持ってるよね今ね、下がやばいかな、でも仲間結構いるから大丈夫だと思うんだけど、大丈夫大丈夫、今は回復入れて、うわ下ちょっとやばそう、逆に上薄いから上行っちゃおう、何、逆に僕下を、下のあの逃げてる人たちの後ろ行って挟もう、ここうそー、危ねえんだけど、マジで、ラッキー、なんか倒、うそー、やられちゃった、もったいないもったいない、所持スコアマイナス22がもったいない、くそー、やばい、点を決めてるのか決めてないのかっていうのがちょっとわか、あ、ユナイト技使えばよかった、マジやばい、上がやばい、上が、残り4分30秒でガジュリザメが現れたってことで、やばい、ここ奪われちゃうじゃん、おっしゃー、うそ強い、なんだこのバインドって、あぶねー、バインド強え、ちょ回復入れる、これさどう、僕ら今やられてる、味方チームの全員がシールド置いた、ありがとう、やばい、下で戦ってるな、よし、これ倒して、でもこれさ結局さあれじゃなかったっけ、こういうゲームってさレベル高いのがマジで有利じゃなかったっけ、危ない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 、あーごめんなさい、あはいやー今調子に乗ったわ、調子に乗ったわ、相手陣地行ったわ、調子に乗ったわ、完全にただの調子乗り見切りますそうだわ、これさここまで帰った方が回復早いんかな、
なになになに、え、待って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 、今わかんなかった、なん、何があった、ちょっと振り返ろう、与えたダメージ、やば、やばいな、上僕のせいで結構突破されちゃってるな、リードしているぞ、おー、サンダー攻撃中、やばい、2対1だから、あ、サンダー攻撃中だからサンダーのところ行こう、でもさあれだよね、最後の攻撃をしたチームが勝つみたいなやつよね、あれ、あー来ちゃった来ちゃった、うっそ、わかんない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 、ユナイト技が何だったんだ、ピカチュウは、やべえやべえ、取られちゃったかな、サンダー、ピカチュウ、あ、サンダー18秒、やばい、残り10、12レベルまで上げてから本当は行きたいよね、あ、防衛してる防衛してる、オッケー、これでかいんじゃない、2ポイントゴール、やったやった、ボルテッカプラスになったんだ、お、みんなで行くぞと言わんばかりに、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、間に合わねえか、あー、あ、これ間に合った、やったー、ほとんど何もやってないけど勝ったー、もっとゴールに入れた方がいいんだね多分、僕7回倒したってことなのかな、ちょっとあれだね、もうちょっとゴール意識高めるのと、もうちょっとあれかな、引いてもよかったからね、もう一回行こう、 OK、 もうちょっと上手く戦うぞ、え、ピカチュウ取られちゃってるってことか、やばい、あ、ピカチュウで、あ、ピカチュウ、え、ピカー、よし、やっぱやあれだね、ピカチュウ捕まっちゃうとやばいね、一気にね、スイッチですよ、おお、技セットとかあるね、これ静電気近くに、あー、そうなんだ、凄まじい落雷なんだね、オッケーオッケー、持ち物とかもあるんだね、よし、あ、君江さん、マスオさんにいいことが訪れますように、スーパーチャットありがとうございます、マスオ TVB、 面白いなこれね、なんかポケモンがさ、こういう風にこう戦うのってあんまりないじゃないですか、だからいいっすよね、よっしゃー、行くぞ行くぞ、みんなレベル高いんかな、まだやっぱテスト版ってことで、あ、傷薬とか持ってるじゃんみんな、なんかやり込んでる人はそうなのか、ピカチュウ、ピカチュウ、どのルートで行くか、やっぱさ進化型の方が強いのか、まずザコ倒しだ、
よって。あー頭いいね。ここでこうやって戦うんだ。そっか、これでヘイト稼いでこの中で戦えば一番頭いいんだ。で相手チームのこれいかない不思議種がいる。よし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 、こっちの方が重要、こっちの方が重要。よしよしよし、ナイス。これでポイント入れて、あれなんなんだ、回復的なやつか。うれしいね、ナイス。これもお互いで決めちゃう。この人と一緒に稼いで下行って、2人いれば結構厄介なんじゃない、相手からしたら。で1回引いて、あの不思議種をやりたいところだね。あ、倒してくれている。よしよしよし、しっかり。遠距離から攻撃を加えてゴール。これは何なんだ、これ回復なのか。エレキネット、みんなで囲んで倒すぞ。よし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 、逆に上エリアがやられてるわ、やばい。ちょっと上のエリア行こう。ボルテッカーにしようか。上やばいぞ。そのやばい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 。やばい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 、一回引いて。あーボルテッカー怖いな。攻めたら攻めたで今度。よし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 。よし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 。ロトムは結構あれなんだな、強いやつなんだな多分、敵的にも。よし、おら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 、うっそー間に合わなかったか。やばい、あ上がやばい、上が。逃げろ。よし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 。一回回復を入れよう。これが回復か。これめっちゃいいじゃん。で、オッケー。何なんだあいつ。あ、よし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 。一回ゴールに入れちゃう。オッケー、11ポイント。下は大丈夫そうだから。ザコ倒して経験値を奪います。よしよしよし、経験値もらいます、経験値もらいます。よし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 。多分ね、これいいと思うんだよね、わかんないけど。あー変な方向のやつに攻撃しちゃった。どうこれさ、あ下でやってる、下でやってる。29個持ってる。下やばいから、あーこっち回りに行くんじゃなかった、急行と一緒の方で行けばよかった。あでもうまく囲めるかもしれない、これ。オラ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 、オッケー、ナイスナイス。あっちにヘイト行ってくんないか。
オラ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 。オッケー。今のうちにゴール。オッケー。これで？わっ。これ囲んでるからね、3対1でね。いける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 。オッケー、ナイス。ただ上がきついか、上がきついか、上がきつそうだ。上にちょっと向かおう。そのまま下でもよかったのかもしれないが、上がきつそうだ。リザードも頑張っているが、 HP が少しずつ少なくなっていきそうだ。オッケー、ナイス。なんだなんだなんだ。おっしゃ、逃げろ一回。これはやばいぞ。雷プラスっていうのになったぞ。よし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 。マサさんもうこのゲーム掴みましたね。どうなんだろう。あ、でも真ん中がやばそうだ。やばい、あぶねー。仲間が助けてくれた。ただ仲間はの力にもなりたいから、ちょっと雷を落としといて。よし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 、一回仲間だよ、ごめんね。よし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 、ちょっと回復入れて攻めに行こう。よし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 。これ集まったところでユナイト技だな。ゴール、相手チームのエリアを壊すぞ。つえ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 、相手かわいそうだわ。うわー、攻められてる攻められてる。下下一応守りに行く。こっちに敵が、お、大差でリードしているぞ。で、あ、いた。よしよしよし、ナイス。お、これは大差で勝ちました。わかった？全然わかんない？これ。この、こういうゲームの、こういう系のゲーム。マサオ80ポイント。うわ、すごい。月光河の方115ポイントやってる。すげえ。あ、でも、19キルってやばいね。やば。めちゃくちゃうまいやん、この人。よし。はい、じゃあラスト1試合いこうかな。違うのも使ってみたいけど、やっと掴んできたからね、ピカチュウね。見てて面白いです。おお、よかった。どうなのこれ、ピカチュウは弱いの？正直みんな何使うか見ながら。じゃあ月光が使ってみる。ちょ待って、攻撃が水手裏剣、波乗り。ああ、自分の HP を回復するだって、すげえ。ユナイト技、水手裏剣を投げて攻撃する。シンカリオンっていう方がまだ OK になんないね。あ、さっきの降参したんだ。よーし、ピカチュウは初動最強。おー、やっぱね、初動型とね。いくぜー。
いやいいね、こういう系のゲームでさ、ポケモンは熱いね。ね、もうあの何あの世界で一番こう人気だったゲーム、人気今は分かんないけど人気だったゲームがこの方なんですよ。こういうこうさ、キャラクターがいて、で相手の陣地を攻めていくっていう。ただこの方のゲームは面白くないわけがないんだけど。よし、行くぞ。これ仲間と共に倒したいんだけどね。え、どっち行った？あ、やばいやばいやばい。これ倒して経験値もらいたい。あ、もう入れちゃう。イエス。で、あの人影を。もう一回入れる。上が薄いのが若干。よし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 。あ、で敵が右の方にいるな、それは。だだだだだだ。戦っている。やばい、あそこで戦われるとやばいな。あー、あいつ、ああいうガードね、いるよね、だいたいね、ああいう系のゲームね。はい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 。ちょっと引いて、ちょっとだけ回復しつつ、オッケー、よっしゃー、やったー。どうなの、影分身どうだろう。やばい、上がやばいぞ。上入れられてるのか。でもここを一旦制して、いやー、相手あそこで戦ってんのうまいな。これはできんわ。鍵分身強くね。やばい、これ守れない。一旦回復して、はい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 、相手の戦い方そうですよね。あれね、あれ系強いんですよ、マジで。こういうゲームの、ちょっと上行くか、ヘルプ。いや、でもこっちだな。これでこれを美味しく奪っちゃい。やばい、うわー、やられた。嘘だろ、強い、やつ強い、やつ強いな。やばい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 、いや、こっち負けてるわ。上もやばいし下もやばいしで、相性なのかな。いや、こん中では負けないだろ、さすがに。こん中でも負けそうになるわけ。でも波乗りが強いんだっけこれ、多分。いけ、今チャンスな気がする。オッケー、ゴール。おほー、水手裏剣強くない。やつとは
ちょっと射程を保ちながら経験値だけもらいたい。とりあえずよし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 、一回帰って回復取って、よし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 、やっぱりな。で、こっとはこっちで、こっちにいるのよ。絶対これやる、これ倒す。くそー、やばい。よし、あ、こういう風に逃げることもできるのか。よし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 、やっとこっちのちょっとこっちにいい雰囲気になってきた。逃げろー、あぶねー。ちょ、もう一つの方で回復しよう。ちょっと今危ないか、危ない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 、厳しい戦いです。非常にオッケー、倒した。水手裏剣からの、よし、ここは決められる、ゴール。よし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 、決めました決めました。上のヘルプ行くのか、上のヘルプ、うわ、 KO された。ヘルプ行ってもこれどうしようもないな。まだ一回か、ここで地味に回復して、いや、取っちゃうか。よしよしよし、うわー、2対1だ。はい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 、うっそ、早すぎ早すぎ早すぎるよ今の、やばかったんだけど。ちょっとこれ11レベルなんだよね今のやつ、レベル高い。僕が10で、下がやばいぞ、下が、あ、でも上を攻めてくれてるからちょっとレベル上げしたいな。多分いるぞ、やばい、ピンチ、これはピンチ。経験値が相手の方が高いですね。あ、やばい。でもこれ美味しいとこ取りできたら、そして、うそ、今何にやられた、ピカチュウか。でもいいよいいよいいよ、こっちこっち行ってる行ってる行ってる、これ倒してくれたら、これサンダーさえ倒せば全然あるでしょ。いけ、よし、速攻行くぞ速攻行くぞ、申し訳ねえ仲間、マジで僕足引っ張ってるけど、引っ張ってるけど、引っ張りのだけど、かなり厳しい戦いだ。サンダーを攻撃中、うわ、サンダー回復してるよ。強っ。あーやばい、あーやばい、あーやばい、裏やば、裏やばすぎる。
あーやばい、あーやばい、一人で突っ込んでる、それは無理や。くっそ、もうダメや、もうダメや、僕勝てへん。いや、突っ込みすぎたわ。こういう戦い一番ダメ。悔しくなって突っ込んじゃうの一番ダメ。3、2、1、終わった。いやー、 You lose。ダメだった、ダメだった、悔しいからもう一回。うわー、一人やってなかったのが、なんか固まってるなとは思ったんだよね最初から。これはしょうがないわ。よし、次次次、次。勝つぞ。どうしよっかな。何使うんだろう、みんな。ピカチュウ？いや、ピカチュウ使うか。オッケー、ピカチュウでいい感じで遠距離とアタックをうまく組み合わせてやる。そのうちさ、さっきはさ、こう閉じ込める攻撃だったじゃないですか。あれマジで強いんですけど、なんかね、引っ張ったりするやつもいるんだよね。こうなんか海賊みたいにさ、光みたいに、あのまだいるか分かんないけど、そういう攻撃のやつ来たらマジで上手い人が使うと強くなる。あ、ヤドンそういう感じ？なんか引っ張るのね、敵をね。よっしゃー、マスオ TV ビーって見てさ、いやーこれ本物じゃないだろうって思うだろうな、ボスし僕のこと知ってる人がいても。基本無料プレイとはねえ、面白いですよね。お久しぶりです。じゃあ行くぜ。これ属性とかあんのかな。ないよね多分ね。行くぜ、ピカチュウ。レベル上げ、まずはレベル上げ、相手のやつもレベル上げよ。よし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 、ナイスナイスナイスゴール。オッケーイ。よし、この経験値奪えたらでかい。よし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 、うまい。ちょっと回復するか。仲間がいい感じで倒している。うまい、この人うまい。でかいよこの、あの経験値は。よし、いけるか？僕も行く！ゴール！
逃げたからこれ引いて、あ、やばい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 、こっちに敵だ。オッケー、オッケー、10万ボルトをちょっと使ってみようか。おお、オッケー、やばい、一回引こう、一回引こう、一回引こう、1個ちょうだい、1個ちょうだい、よし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 、うっそ届かなかった、倒して、ナイス、マジでナイスすぎる。やばい、いける、いける、ナイス、ナイスゴール。敵に近づきたいな、これ。もらえて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 。ハンガリーで経験値稼いで7レベル。いいよ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 、ガンガン進化しちゃって。よし、ナイス。でかいよこれは。うわ、下戦ってるけど逆にこれ入れちゃえばいいんじゃないですか。いいね、この方分かってるね、これレベル上げが非常に重要ということ。ゴールエリア行った、相手からしたらちょっと困るよこれ。よし、オッケー、上はいいのかな、上は。はい、人体が来た、人体が。でも一人だったら合わせれば倒せる。オッケー、ナイス。二人でやっていくからね、こっち。しかもレベル8で、草むらから隠れて裏を狙おうっていう作戦ですね、これね。あ、でも倒したね。オッケー、ナイス、ゴール、オッケー、あれも倒して、こっち9レベルだからね。ナイスナイスナイス、やっぱり上がやばいな、変速エリアだ。あ、やばい、点数入れるの忘れた。ゴール、4ポイントゴール、ゴール。やばい、敵が上から来てるから上狙わないと。よっしゃ、10レベル、やばい、味方のゴールが壊されてしまった。これ分からないよな、多分な、みんな。これすごい楽しいんだよ、やってる方はね、めっちゃ楽しいんだけど、この楽しさ分かりづらいだろうな。これはもうあれだな、こっち勝つな多分。ゴール、雷プラス、相手の陣地のところで敵いないか、これ見てるね、2人ともね。で、これでボール稼いで、よし、逃げて倒して、お、バリアを使ってくれてる、バリアかわいい、かわいいけどちょっとずれてないか。バイバイ、逃げろー、危ない危ない、今リザードンが僕をこう守ってくれようとしたね。ちょっとずつ回復してくんだね、これ HP ね。
申し訳ないが2つ取ってしまって、セミリンがマスオさんとピカチュウに癒されます。ピカチュウさんありがとう。大差でリードしているぞ。俺は相手が、あ、やばい、ただ攻めすぎてしまって、これ全員やられちゃうから一回引きだね。これ引きながらレベル上げる。これ一回引きで、危ない危ない、これは一回引きでユナイトアドで決めちゃう。壁になってもらって、オッケー、いいんじゃない。サンダーが出ました。オッケー、これも奪っちゃって、大丈夫大丈夫、まだ多分倒しきらないでしょ。あの後ろから来てる敵を一緒に、タカチュウ EX と一緒に行こう行こう。タカチュウ行くぜ。うわ、これはみんなでいける。 OK、 OK、 ナイス。13レベルだから、これ相手きついよ絶対。あの上のヘルプ、ナイス。うわー、相手かわいそう。こりゃ相手楽しくないわ、多分こんだけ負けちゃったら。イエーイ、79ポイント。あ、僕66点しか入れてない、全然入れてないや。え、これもっと入れるようにしたらどうすればいいんだろう。ただ12回倒してるから、そこは評価してもらえるよね。うんうん、いや、わかんないけど。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今日はですね、ポケモンユナイト、あの初めてやってみました。なんとなくですね、あのどんなゲームかっていうのね、皆さんもね分かっていただけたんじゃないでしょうか。まあ正直僕まだ分かってないですけど、これで不思議花が使えるようになったということで、いや、どうだろうね。あ、ビギナーズチャレンジが始まったわ、だって。へー、こういうのがまああると。これどうなんだろうね、製品版出たらさ、あの課金ゲームかな。課金だったらこう課金しちゃうだろうね、これね。しなきゃ勝てない的な感じかもしれないもんね。バトルパスってがあるってことは多分そうだよね。バトルパス購入って書いてあるもんね。うわー、これやばいゲームだわ。これはこれは怖いゲームが出ました。これハマってしまったらかなり危険なゲームです。はい、ということで、まあそれぐらいね面白いゲームがね出たということで、はい、ぜひ皆さんもやってみていかがでしょうか。ということで今日は生放送こちらで終わりたいと思います。ぜひね、この数日間だけですので、プレイできるの、体験版ね、ぜひ、今は無料でプレイできますので皆さんもやってみてください。じゃあ、りょうさん、スーパーチャットありがとうございます。いや、違う、製品さん版じゃない、製品版ね、そこ大きな違いだが要注意だよ。はい、ということで皆さん、今日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ生放送ご視聴またお願いします。ということで、以上マストゲームズでした。バイバーイ。